県内では今日新たに三百六十四人の感染が発表されました。内訳は新潟市で百七人。それ以外の地域で二百五十七人となっています。年代別では四十代が五十六人、十代が四十六人などです。また、昨日までの一週間の感染者数を保健所別で見ると。新潟市が最も多く、上越、長岡と続きます。